もうぶっちゃけ言いますけど、はい、何があったんですか、何が起こってしまったんですか。僕はまだまだこう今の時代のことをもっともっと勉強しないといけない、分かってないことが多すぎた。今回エース小山さんの方で、はい、いろいろちょっとニュースになることがあって、はい、内容についてはちょっと画面に出ると思うんですけど、はい、もうぶっちゃけ言いますけど、はい、何があったんですか、何が起こってしまったんですか。そうですね、やはり僕が、全国から、うん、北海道から沖縄からいろんなところからスタッフが、はい、僕と一緒に仕事したいということで集まってくれて、はい、でそのエース小山の空間というのはお客様がいつもにぎわっていて、うん、そして新しい商品が出ていて、うん、でそれを学びたいと思って来てくださるんですね、はいはい、で僕はやはり教えるのがすごく好きで、うん、なんかその子たちが将来僕が今やってる時よりももっともっと難しくなる時代に順応できるような子にしてあげたいって思いが、どこのオーナーもそうかもしれないですけど、やはりこう一個のものに対する突き詰め方っていうのがやっぱり僕はそこが自分のものづくり好きなところなので、はい、そこをこう教えたいなって思って付き合うんです、うん、みんなと、はいはい、でもやっぱりそれが僕のレベル ともうちょっとバランスよく見てあげないと、うん、いくら1時間こう熱く僕がその子のためやと思って喋っても、それもやっぱり仕事の時間ではあるし、ですからもっともっとこう今の僕たちが修行してきた時と比べてるわけじゃないんです、うん、この今の僕の、うん、ものづくりの感覚、はい、それに憧れてる子ばっかりなんです初めは、はい、でも実際にやってみた時にそれができない方もおられるから、うん、もっともっとバランスよく、うん、それぞれの幸せ感を、それぞれの幸せをこう考えて、うん、エスコ山に来てくれたからといって僕が思ってる幸せがだけの形じゃないなっていうことをすごく反省しましたね。やっぱり今の時代に僕はクリエイトをさせていただいてるわけなんで、それもやっぱり彼らがいないとできないことなので、なるほど、まあ、世の中 その働き方改革で、はい、個人的なそのいろんな思いとか人権とか含めて全部当然ですけど気をつけなきゃいけないけど、はい、でもそれと同時に職人の世界で、もともとはその師匠に憧れてやって入ってきて、その師匠が良かれと思ってその伝えるということがままならないというのも伺っているとちょっと複雑な感じがします、僕は個人的な思いです、はい、うん、やはりこう、僕たちはいろんなことを乗り越えてきた、うん、その毎日嫌なこともなかったわけじゃないと思うんです。そうですね、でももっと楽しいことがいっぱいあったから乗り越えられたと思うんですね、うんうん、はい、でもやはり、僕はまだまだこう今の時代のことをもっともっと勉強しないといけない、うん、だからそれを全然じゃないけど分かってないことが多すぎたっていう、その反省心でいっぱいなんですね。なるほど。だからといって、今もお客様には質の高いものを、お客様にはちょっと、今までの予約の期間よりももうちょっと先に予約してもらって、うん、考える時間も、はい、デザインに落とし込む時間もちゃんと頂戴して、うん、でも作るのは当日に出来立てを作りますけど、はい、っていうなんかすごく新しい形というか、そういうプロセスも新しくしていくっていう、もう全部しました、それは。あ、もうすでにもうしてます。あ、そうですから、週休2日はもちろんのことですけど、はい、店自体を週休2日する時も多いですし、はい、そして今、カフェなんかでは、それプラスもう僕が1日コースのデザートコースを演出する日を設けたり、はいはい、全、カフェの従業員は休ませて、はいはい、そして僕と数人でお菓子のコースを僕が全部作って、僕が説明に上がってっていうようなことも今まではできなかったけど、この度のいろんな、じっくり考える時間の中では、こういうことももしかしたらできるかもしれない。すごい前向きっていうか、
そうか。ですから気がついたことがすごく多いですし、本当にこの手作りっていう、はい、僕は初めからオートメーション化をこう入れながら効率的にお菓子を作ろうって思ってお店を始めたタイプの人間じゃないので、そうですね、ですから手作りでもっともっと手間暇かけて手を抜いたり材料の質を落としたりするんじゃなくてもっとかけて、そしてちゃんと守らなくちゃいけないことをきっちり守って、去年の5月ぐらいからずっとこう改善改善改善を繰り返して、で、そうですね、クリスマスも、バレンタインも全てそのルールの中でできたっていうのはみんなの自信になりましたし、でもそういう中でもお弟子さんが新しいものを作られて、はい、賞を取られたり。そうなんです。僕は、若い時にコンテストを経て、うん、やっぱりモチベーションになったんですね、自分がコンテストで、はい、社内は社長とかがすごいなとかって言ってくれて、うんうん、モチベーション上がったりすることもありますけど、はいはいはい、社外でのモチベーションっていうのはやはり、うん、その全国とかのパティシエと競い合ったりすることでモチベーションあったんですけど、それがそういう賞を取る子がいっぱいになるようなお店で、それをまた目指してくるようなお店を目指してたんですけど、今回練習時間もたっぷりこう与えることができて、もうナンバーワンを取ってくれて、もうそれは本当に嬉しかったですね。わかりました。あと未来のことをちょっと伺いたいんですけど、はい、たくさんいろんなことを考えてらっしゃるんですか、その作品から お店の在り方から個人的なことも含めてね。そうですね、本当に今は目の前にあることなんですけど、うん、で今回もう音楽、大好きな音楽すら聴けなかった瞬間が あったんですね。で全く自分の頭の中に無音の時が 長く何ヶ月も流れた時があって、今大好きな音楽がやっとこうちょっと聴けるようになって、あれだけ好きだったものが聴けなかったって。そうなんですよね、苦しいというか聴けなかったですね。そうなんだ、はい、ですから本当正直言うと目の前にやることを一生懸命なんですけど、でも例えば2年前3年前の僕の見えてることと、はい、今自分の目の前に見えてることっていうのはやっぱり違いますし、うん、今ポンとこう海外に行こうなんて思わないですし、はい、なんかもっともっとなんか身近にあることを深く細かく気づいてないところを見れてるような気がするんですね。だから多分その生まれてくるお菓子たちもきっと何かが違うと思うんです。そうですよね、はい、そしたらまた1年後2年後また変わると思うので、ね、だからよく僕いろんなアーティストの方とかミュージシャンの方とかを見て、はい、若い時に大好きやった方が、うん、そのアーティストの方も今はまたお年を重ねられて、そうですね、うん、でも今の方がいいなって思われる方ってすごく、うん、おられるじゃないですか。いますね。だからやっぱりそういう年の重ね方をしていきたい。していきたいですね。やっぱり作品にそれが現れる、うん、味にそれが現れる、うん。なんか本当にもう当たり前のことなんですけど、うん、それを着実に今一歩一歩。わかりました、はい。どうもありがとうございました。ありがとうございます。自分があんまり不用意なこと言っちゃいけないけど、やっぱり。反省もしてるし、で傷つきもしたし、だから生意気だけどこれからがすごいよねきっとね。だってこのままで下がることなんか要素はないじゃない、もうギラギラしてたじゃない。だからすごい楽しみだと思います。はい、美味しいプリンをまた新しいの作ってほしいです。